私のゴールでの貢献はたったの12。ジュゴンです。さあ、早いもので先週の集計から1週間経ちました。全国都道府県 e スポーツ選手権、いわゆる国体予選、1週間経ってどういう動きがあったのか、そして今回やっぱりどうしても選ぶ都道府県考えたいという方もいるでしょう。そんなところも加味して、私ちょっと気になることがあったんで、その辺を今回は述べていきます。ちょっと選ぶの迷ってますとか、選んだけど実際にここどうなのみたいなところ気になっているという方はぜひ最後までご覧ください。こんな感じで山明コインの話、1週間に1回動画上げてますし、おそらく来週月曜日非公開になるんじゃないかな、ランキング。またその後にね、最終判断の動画なんかも出していこうと思うんで、山明コインで迷っている方や山明コインでどうなるんだろうと不安な方はぜひチャンネル登録して毎回見てください。さあ、今回の大会はまずエントリーが必要です。まあ、エントリーって言ってもラウンド1をね、とりあえず参加すればエントリーしたことになります。もうエントリーしてる方、まあ、この貢献数が0になっている場合は1試合もしていないんですが、貢献数が1になっていればクリアです。とりあえず山分けコインはもらえます。まあ、前回の動画でも言いましたけど、今回のポイントは、まあ、他の山分けコインと違うところとして、どこを選んだとしても何コインかは必ずゲットできるというこの優しさね。なので迷ったら自分の住んでいるところ、ゆかりあるところでいいとは思うんですが、まあ、より多くコインがもらえるのはどこなのかと悩むところではありますね。で、動画の最初の方にも言いましたが、おそらく非公開は来週の月曜日から。山明コインのイベントそれぞれありましたけど、非公開期間毎回月曜日スタート。このイベントがまあ11月3日で終わるんかな、来週の日曜日かと思うんですが、おそらくその1週間かけて非公開にされて、そこからどう動くのかみたいなところになるかと思います。で、今回のエントリーのポイントとして、まあ、特に急ぐ必要がなくてですね、前回の e ワールドカップの時はラウンド3、このイベントが金曜日からのスタートだったわけですが、その前にラウンド1とラウンド2が終わってしまったんで、メンテまでにエントリーしてねという話をしていました。今回は別に急ぐ必要はありません。っていうのもラウンド1もラウンド2も来週の11月3日までちゃんとやるんだよね。全てイベントが終わるのは11月3日となっていて、まあ、急ぐ必要はありません。まあ、最終日多分非公開の中だと思いますが、来週の週末でも進めることは可能だし、まあ、1点取ることは可能なんで、エントリーは焦る必要がないっていうのが今回の山明コインのポイントですかね。ただこの週末にしか試合ができないとか、そういう方もいるでしょう。非公開になる前にどうしてもエントリーするしかないという方もいると思うんで、まあ、現時点の話なんかも交えてここから話していきます。さあ、現在10月25日金曜日の集計が出ているわけですが、この動画土曜日に出したいんで、本当は土曜日の集計を出したいんですが、ちょっと撮影の都合上金曜日にしか動画が撮れそうにないので、撮影は金曜日にやってます。そこだけご了承を。こんな順位になってますね。表にまとめるとこんな感じとなります。まず先週の集計を左に出しています。まあ、集計といっても都道府県出してるだけですが、そこからその右隣、色を塗り分けてると思います。先週から順位が上がったところは赤、下がったところは青で表記しています。結構動いてんのね。ただし、やっぱり上位は変わりません。上位もね、安定して。かなり最下位争いがね、白熱しているのが、まあ、毎日結構見ていたんですけど、鳥取、高知、島根あたりが、本当毎日ランキング更新されるたびに最下位がね、違った都道府県になっていて、面白いですね。で、今回もコイン指標を出しているかと思います。e ワールドカップのね、結果出ていましたが、この数値結構当てはまっていたんで、ぜひご参考に。1週間前の集計では神奈川が一番コイン指標高かったんですが、1週間経過して今大阪がちょい高いです。さあ、今かけるなら大阪かもしれませんよ。まあ、全体見渡した時に11位以下よりも圧倒的に10位以上の方コインは多くもらえそうな数値計算は出るんで、まあ迷ったら上でいいとは思いますよね。最下位の島根 6.5、 かなり数値低いです。もらえるコイン結構渋いと思うんで、そこだけご注意を。まあ、わざわざ最下位のところにね、行く必要はなさそうですよね。できたら上位を目指していきたい。多くコインがもらえるところってなると神奈川、大阪、まあ現時点では千葉とか、あと兵庫とかも割と高めかな。まあ、この辺にかけておけば良さそうな、そんな感じはしますね。なんてことを言ってたらね、最後の非公開でその辺にだいぶかける人がいてみたいなことは泣きにしもあらずです。神奈川、大阪も別にそんなに差があるわけじゃないからね。そういうところ、人がワッと押し寄せたらコインが少なくなるちょっとみたいなことはありえます。さあ、今回めちゃくちゃ話したかったのはここからです。もう動画を閉じてしまった方、損しましたね。
知りません。彼らはもう救えません。先週の集計から今週の集計を出した時に1週間どれぐらい伸びたかを調べています。まあ結構ランキングの順当にね、もちろん増えてはいるものの、気になるところがあったんで色塗り分けたんですよね。さあ今回の山分けコインのポイント、設定されてるコインがポイントになるわけですけど、まあ1位から順当にねだんだん下がっていくっていうのはまあご存知なんですが、ポイントとして例えば8位と9位は設定されているコインは多いんですよ。でも単純に考えたら8位の都道府県の方が人数参加多そうですよね。ゴール数が多いから。でも設定されているコインは一緒なので、より9位の方を選ぶことで多くのコインが返ってくる可能性は高いですよね。っていうのが下の順位もね見るとわかるんですが、例えば18位は45万の設定されているコインですけど、19位だと40と5万減ってしまう。この境目にある都道府県はできたら上の18位を目指したいという、そんな話になります。では表に戻って、紫色で枠を作りました。この枠で囲まれた順位のところは同じコイン設定にされている順位の都道府県になります。8位と9位は一緒のコインだし、11位と12位は一緒のコインの設定です。例えばかなり幅広いところもあるよね。一番下の方の41位から46位は全て同じコイン設定だったら46位でも良さそうだよね。41位の滋賀は2万1000に対し、46位の高知は 1.5 万と約5万ゴールも少ない。人数差がかなり出そう。より多くのコインがもらえそう、そんな話で、赤と青をね色塗り分けてるんですが、先週から比べると順位がひっくり返った都道府県です。ただ実はこの紫の枠の中で順位がひっくり返っただけなんで、そんなに影響はありません。設定されてるコインは一つ順位が上がろうと下がろうと一緒ですからね。問題は青い部分、順位がひっくり返ったことで設定コインが上がったり下がったりします。先ほど見ました18位19位、5万の差がありましたが、先週は沖縄が18位でした。今は岩手が18位です。こういうところがポイントになりますし、実はこれ最下位争いがかなり熾烈。45、46、47、この3県は本当どんぐりの背比べです。1万5000なんちゃらです。本当にこれ一人がめちゃくちゃ頑張ればひっくり返せん数値ではないです。それぐらい拮抗しているこの3県のうち1県だけものすごいコインが少ないです。で、実は順位がひっくり返ってないところも注目の都道府県があって、まずは23位と24位の争い、ちょっと票がね上と下で分かれてしまいますが、ここの差がなんと330ゴールです。実はここ23位になると10万設定が高くなります。福島熊本選んだ方、これは大事。300差ということは差がそんなにないんで、頑張ればなんとかなります。選んでいる方は1人100ゴールぐらいしましょう。まああとは28位と29位差、大分と三重、ここ1000ゴールぐらいしか離れてません。28位になれば5万高くなります。これも大事ですよ。もう人数は減らないんで、こっから増える一方なんで、もう絶対設定が高い順位に入らないと損します。あとは40位と41位、石川と滋賀だね。これ460ゴールぐらいの差です。ここも設定5万違います。わずか数百数十の差でもしかしたら5万高くなったり10万高くなったり、そういうところがあるかもしれません。お気をつけください。ちなみにこの法則、まあもちろんね1位2位とか設定が高い都道府県入れれば嬉しいんですが、さすがにこの差は縮められないんで、順位の動きはほぼないと思ってください。それぐらい差が出てるんで面白くないです。そう、国体の予選、これから面白いのは下位争い、コイン設定がねその順位で切り替わるという、その境目の争いがポイントです。頑張りください。今ラウンド1ラウンド2しか開催されていないんで、まあ、基本ゴールデンゴールなんでね、1人1点しか取れない、そんな仕様になっています。ただこっからラウンド3、来週の金曜日から始まるんですけど、猛者が多い都道府県の方がゴールはかなり重ねます。1人の猛者が100点とか取るような、そんな時代が始まります。と考えると、先ほど言った300歳400歳ならひっくり返る可能性は十分あります。今のうちに保険をかけてゴールを重ねてみてはどうでしょう。幸いにもこの動画土曜日に出してます。ぜひ今のうちに。今回以上です。ではまた。